ああそうね、手入れは楽だね、きっと。栄養めちゃめちゃ入れたから、今日髪切った後に床に落ちた髪の毛見たら、すっごく髪の毛あって、わあこんなに切ったんだと思って。初期を思い出す。初期こんな短くないよ。初期もうちょっと長い。パジャマに腕時計 パジャマっていうか、なんか下がね、ビンゴで着てたやつ、ノースリーブ着てて、ちょっと寒いかなと思って、そう帰ってきたばっかだから時計をつけてたっていうね。でも合わないね、確かにこのピンクのモコモコと。どうもさっきしてた。今日はもうちょっとそんなやり込まないよ。昨日、あれ昨日かな、昨日か一昨日にさ、お部屋の大模様替えをしてて、その時に ドボンをやりながらずっとお部屋をお掃除したり整頓したり模様替えしてたりってやってたらね、自分のランクのところを見たら、すごい すごいランク上がっちゃってて、なんか4位は言ってないか、5位とか6位ぐらいに自分がいて、多分ねここにいるみんなよりね、めっちゃ強いと思うよ私 私より強い人この中に3、4人ぐらいしかいないんじゃない今。そう、でもたまに戦略勝ちすることもあるから、ドボン狙って大きい数字から切り捨ててったら、そう結構あいけたっていう時もあるから楽しい。あれ運なんだけど、運なんだけど、運プラス自分の中の戦略がこううまく進んでいくと普通に上がれたりドボン勝ちできる。そう、多少ね、多少読みも。5連勝はしてないと思う。ドボン2、3回続けてとかでしたけど、トータルでずっと勝ち続けるのは難しいな。ドボン返しはまだしたことない。一度お手合わせ願いって、めちゃめちゃやってるのに、自分のファンの人とね会ったのね、まだ5回ぐらいかな、全然会わない自分のファンの人。さっきお代理とまるちゃんと一緒になったよ。なんとなくコツがつかめていたね。私もやってるうちに、ああなるほどねって、8出した後に選んだ色を持ってるからその色を選んだのねみたいな、なんかいろいろ読めるようになってきた 楽しいよね。まだ始まって3日とか4日ぐらいしか経ってないからあれ。まだ30位、それは順番が、順番が、私多分今あれじゃない、5位とか6位じゃない今。ランクは自分の個人的なランクは28とかだった気がする。まあまあみんなもやってみて 今日メンバーいたけどさ、みんなやってたよ多分。なんか一斉ので、えいとかやって一緒に対戦できるようにマッチングできるようにって、みんなで せーのえいってやってた。それでなるのかな。あれ今ポイント高い時間じゃない？あ、私が少量目っていうか邪魔してんのか ごめんね
それでマッチングするものなの？せーのって言って。わかんない、それはドボンの運営会社のみが知る。わからん。私とマッチングした人いる？でも私推しの人あんまり会ったことないからあんまりいないかもね。いないかな。嘘、あった。あら、いた、いたわ。でも私も結構頻繁にやってるから会えるよ全然。でも私は効率よくランクとか獲得ポイント欲しいから、普通にはその高くなる時間帯に現れるよ私は。本当にあ暇だなって時はやるかもだけど、でさ今結構自分がさ高い順番にいるからさ、なんか変な意地が出てきちゃって、ファンの人に抜かされたくないなっていう気持ちが出てきちゃって、あの順番維持したい。今までで一番自分のポイントに自分で貢献してるよ。どうも一番私今貢献してる、誰よりも。今ここにいるファンの誰よりも貢献してるよ。自分のあの一番強いキラキラしたカードをね2枚ぐらい引いたから、それで合体してね、それも強くなってる。でも最強。あとね青と緑だったと思うんだけど、そのカード引けばあのデッキ全部ね自分になる。最強じゃない。早くガチャ引きたいな。なんか音取った時にちょっとやりすぎかなと思ったんだよ、いろいろ来ちゃったとか。私とね会うとね岡部凛なんだっけ来ちゃったとか言うんだけど、そうこれちょっとテンション上げすぎて言っちゃったかなと思ったけど、案外自分でやってみるとあこれぐらいのテンションの方がいいなっていう。そうよかったよかった、やりすぎなぐらいがいいのかもしれないね。あ自分でやってて気になるのはクラブが本当にクラブのイントネーションになってるのかがすごい気になっちゃう。クラブなのかクラブなのか。でも違ってたらきっと録音の人教えてくれてたよね、多分合ってると思うんだけど。違うよ、そっちのクラブじゃないよ。ドルフォーじゃないですよ。クラブが正解だよって文字だけじゃ分からないよ。あーあれあれね、焦らずに慎重にって。あったね。でもあれもね結構自分的にはああいいんじゃないと思ってる。ちょっと照れる。えよくないあれ、焦らずに慎重に。パスが好き？パス！すごい再現してるよ音。あパスが人気。で私と仲良くなると秘密ボイスが解禁されるから頑張れ。私は今親密度4だか5ぐらいだった気がする。仲良くなってね私と。いやぶっちゃけね
何言ったか忘れた。だから私も自分で親密度高くして何を取ったか思い出さないと恥ずかしい。何取ったかな。親密度さんは私より下だね。持ってやらないといけないんじゃない。まあね、またしたらみんなの方が忙しいかもしれないから。覚えてない、忘れちゃったよ。あーね、さあ今度さ9月に久しぶりにあれあるじゃん、あれ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 、お話し会楽しみじゃない。みんな来る。9月6日だっけ、6日、日曜日だっけ。そうだよね、そうオンライン話し会。いやびっくりなのがさ、あれお、あれ失礼ありがとうのじゃなくてサステナブルなんだね、あれね。2月にやろうとしてたサステナブルのやつびっくりした。だからサステナブルまだ終わってなかったんだと思ってね。え、遠い昔の感じになっちゃってるよ。本当にあれっきりになっちゃったね。ねえびっくりしたよ、だいぶ経ったね。2月1日の作文か。笑えないてんてん、ダメだよそんな暗くなっちゃう。遠いねって、昔だねって。初めてだからね、どんな感じになるんだろうね。私はでもきっとこういうあれでやってるから、もしかして下半身そんなに気合入れていかなくても見えないんじゃないと思って、こっからここだけ気合入れていくかな。全身は多分映らないから、ちょっと上だけいい感じにしていっちゃおうかなって思ってる。わかんない、詳しいことはもうちょっと経たないと私たちもわかんない。だから今回はあれだよ、あの時間ですがさ、剥がしの人の優しさとか出ないから、みんなあれだよ、ちゃんとお話しすることをまとめておかないとブチッていかれる可能性大だよ。ちゃんとまとめとくんだよみんな。もしかしたら久しぶりもちょっとね無駄になっちゃうかもしれないから、久しぶりのことは大前提にもう話したいことを話した方がいいかもって言って、私が久しぶりって言ったらごめんとも言っちゃう。久しぶりってでもさ、最初の挨拶として言っちゃうよね。多分きっと、いやわかんない、誰がああいうの操作したりとかするんだろうね。あ、あ、あのブチ。いやいやもうありえるよ、ありえるよそれ。何、明けおめになっちゃう人もいるの。うわあそれは深刻だね。明けおめはもう省いていいんじゃない、ヤッホーとかそれぐらいにしとこう。
あ、あ、だってうんさんとね、ずきちゃんがね、やってた、あのレクチャーの動画上げてたんだって。その動画によるとブチって切られるらしいよダメだ、みんなも考えとかないと。頑張って、私もなるべくサポートするけど、みんな次第だよ。ね、余韻がない。そうだよね、そのバイバイって言った後も見えてるもんね、お互い姿が。それぎやんの一ネタできない。別にそんな、みんなそこに命かけてないでしょでもたまにあるさ、後ろの人わかるとかさ、そら連れてきたよみたいなことができないな、なんかちょっと寂しいなっていうのはある。ほら、このあとりんちゃん推しで固まってきたよとか、なんか迷ってたけどね。ね、そういうのも面白かった。私は好きだった。私はね、あー、そうそう、連番みんなで仲良し同士で続けてきてくれて、ちょっとそれが今回はできないから、新しいスタイルをみんなどう工夫してくるのか楽しみだよ楽しみにしてるね、みんなのアレンジを。そう、あ、そうそうそう、あと私たちはいつもこう握手はしてるんだけど、自分の視界にはその次の人誰か待ってるとか、あ、この間来た人来てくれてるな、ちょっと先の方にいるなとか、あ、隣のレーンの人めっちゃこっち見てニヤニヤしてるなとかそういうのもね、分かってたからね。そういうのも見えなくなっちゃうのはちょっとね、寂しい。それ俺だわ、該当してた。集中してるよ、もちろん集中してるけど、ね、目に入ってくるんだもん、だって見えちゃうんだもん、だってだって最初の、最初始まって1、2年、3年目ぐらいの時はさ、全然当日券とか使えてた時だったからさ、ちょっと自分のレーンに人がいなくなって、隣のレーンの人は並んでるって言って、それで「あ」って手振ったりして、それでね、ファンの人が手返してくれて、でその人の本当の目的の子が、目的って言ったらあれだけど、で終わった後に当日券使って私の方にも来てくれて「えっ」って目があって。で手振ったから来たみたいな感じで来てくれた時もあったからね。でも最近ではね、ありがたいことでもあるけど、当日券とか最近はなかったから、そういうのなかったけど、懐かしい。だってそうだね、その時は、あ、そっか、その時代で言うとひーちゃんかマリアかかな。なんかいつからかそうじゃなくなったよね。最初は絶対的に、まあ、全員いたから、北から順だったのか。あ、それでどんどんいる人いない日があるから、でもそれでも北から順で、徐々にあれかな、部数が多い順になってたのかな。だから最初の方とかは、でもマリア推しは、マリア推し一途って感じだったけど、よくねひーちゃん
のところのファンの人がね遊びに来てくれることが多かった。我が仲良しな人いたな。そうそう、前はね北から順だったの。選抜入って部数が増えた。いや、うん、そんな順番ではなかった気がする。部数は選抜入ったから増えたってのではなかったかな。私の予想では部数が増えてて、なんで この人こんな部数多いのから、そのなんだろう、選ばれるなんだろう、その辺に引っかかったんじゃないかなって自分では予想してる。多分一つのきっかけとしてね、なんかそういう記憶だった気がする。今でも覚えてるよ、大阪で呼ばれたやつ。映像だったんだよね。めっちゃ嬉しかったあれ。でファンの人がその発表された瞬間みたいな動画を見せてくれて、見せてくれたっていうか何かで送ってくれたんだよね。そうで映像で選抜のメンバー、あ、ゆえお順で五十音順で出て、おかべりんって言って出た瞬間に、そうファンの人がおーって言ってくれた、その瞬間を撮ってくれたのを見てすごい嬉しかったね。めっちゃ覚えてる、今でも覚えてるよ。ねえ、私も鳥肌だった、そうだった。え、その時に私推しになったの？え、その動画を見てってこと？そういうことじゃないよね。忘れない忘れない。だってあれも結構自分の嬉しかった出来事のトップの方に入ってるから。でその後すぐに次の部が始まるってなったから、そう、その最初の並んで帰った人としてねハイタッチした、イエーイって。でも本当は握手会ってハイタッチダメらしいから、剥がしと測ってくれる方たちがダメなのにダメなのにみたいな止めようとしてるけど、なんかこっちすごいいい感じの世界観になってるから止めていいのかダメなのよみたいな、ちょっとおどおどしてた感じ、困らせてたよね。そう、だからその時緩かったけどね。でも私たちのことをこうね守ろうとするためにそう言ってくれてるのは分かってるんだけど、その時はねもうね、そんなの知るかって言ってやってたね。で一番近い握手会、去年の冬とか秋とかその辺の時はなんかますます厳しかったなっていう印象。なんかサイン系もさね、ちょっとそういうのダメですよみたいな感じでちょっとね注意点多くなったなっていうのがそういう印象だった。書き物系絶対的にその紙に書いてくれたファンの人の名前もそのまんま書かないとダメみたいな。ニックネームもダメだったよね。なんか今まではそれ大丈夫だったし、紙見なくても覚えてるから書けるのにって言ったけど、ダメですみたいな、本名の感じのやつじゃないとダメですみたいになっちゃって、
ってもともとダメっていうやばいコメント見つけちゃったんだけど、ずっとやばいことしたってこと？私はその時間ないからさ、こんなことはダメですよみたいな紙に書いてあるら見れないからさ、そのままこのみんなが書いてくれたやつ素直に書いてた。何みんな騙してたの、私のこと騙してたのみんな。あ、そうなんだと思って書いちゃってたよ。ダメだねこれ、やばいやつ見つけちゃった。これ C だね、これ C、 騙されてたよ。ダメだったみたい。まあそんなのもね懐かしいな感じになっちゃったけど、だから3位会とかなんか書き物系とかはね、またちょっともうちょっとね好きになりそうだね。まあでも AKB も第一歩を踏み出せるね、ようやく。このグループはな徐々に始まってったけど、オンラインサインか、オンラインでサインってどうやるんだろう、できるのかなあ。チェキ会もなんか名前だけ聞くけど、どうやってんだろう。ショルームじゃないと思う。なんかそれ用のなんかシステムがあるんじゃない。びっくり、そうなんだ、ショールームでやってたんだ。知らなかった。画面共有です。何それ、なんかすごいことしてるね。ちょっとこれはね大変なことになりそうだね、時間かかっちゃいそう。暑い、これ着てるかだよね。確かにこれ暑い。もう今日はねご飯食べてる、大丈夫。お風呂入ろう。ほらつけてるよ。暑いなって感じてから一回も消してない。私はつけてた方がお金かからない説を信じてる人間だよ。だしあのね、食べ物だが自分の体の問題じゃなくていろいろなものに影響が出てくる。この暑さ食べ物もダメになるし、エアコンをつけて冷やそうって頑張ってる。力使ってる時に一番お金かかるんだよね。でも結構あれでずっと風がウェーって出てるんじゃなくて、ふわーってやって、一定の温度が、湿度温度が続いて、ちょっとそれが変動があるとまたウェーっていくみたいな。やつ、いや確かにこれつけてさ走りに行くと、もうここの間にすごい汗が、汗なのかな、
はい、ここね水溜まってる時ある、やばいよねやばいって言って急いで拭くんだけど。時間測れるのこれ。ストップウォッチ的なのもあるんだけど、あとはよく使い方よくわかんない。歌詞を歌詞を聞いたことある。コンバース東京って書いてあるよ。黒ソーラー、え、そうなの。うん、ソーラーっぽいやつないよ。ソーラーなのかな、わかんない。レア、え、わかんない、どうなんだろう。あー、そう、コンバースとコラボなのかな。あー、書いてあるよ。でもここにほらコンバースのね星がある。いいね、かっこいい。昨日、違う、あれは太陽か。昨日めっちゃ満月綺麗と思ったら、あれは違うな、太陽だ。さっき見たら月こんなしかなかった今日月どうだったかなって言おうとしたけど違かった、なんでもないや。足しびれた。昨日の夕焼けめっちゃ綺麗だったな。間違っちゃった、間違っちゃった私もうさ暑いからやめるね足の裏にね汗かいててびっくりしちゃって、めっちゃ暑い、すごい汗かいてるんですけど、これねもう暑くて耐えられないから終わりにする暑いから終わり。多分このせいだと思うんだけどね、暑模様替えしてね、ちょっといい感じに可愛くない、で上に布こうやって布を結んでういってやった。そしたらおしゃれ空間に出来上がった。あー待って、足つったよ、足つった、もうこれは大変、ってちょっとさよならみんな、ちょっと急だけど足つって大変やばい、さよなら切るね、痛い、待って、じゃあねバイバイでもないきなり切るの失礼かな、どうしようどうしよう、ちょっと痛いから終わりにする、さよならバイバイ。